ようこそワゴン鉄道へ。川底、海底、道路の彩色をします。3つのモジュールを同時に作ります。これが C1 リアス式海岸のモジュールです。これが CC1 新幹線用の高架台です。これが C2 田舎の駅のモジュールです。道路はアスファルト風の塗料を塗りました。粒々が入っていて表面に変化が出ます。その分平らに仕上げるのが大変でした。